し聞こえてくるよ。今から君を探しに行くよ。伝説の鬼の実。メテング伸びろちょっと来てみろ。はい。おてんぐさん、何？もうご飯の支度で忙しいのよ。一体何なの？何なのじゃないよ。ほらついに鬼の実がなったんだ。鬼の実？そうよ。どれどれ。あれ。うわ、かわいいよ。ダメ、スロッチャー。こんな小さな実が一つだけなの？伸びろ。一つでも実がなるなんてとっても珍しいことなんだぞ。はっ。もったいなくも賢くもカラスお天狗家に代々伝わる鬼の木に実がなるのはこれが初めてなんだから。へえ。あれ、なんか匂わない？焦げ臭いような。メテング。はい。え、あ、お鍋に火かけっぱなしだった。やった。のびろ。はい。あのな、のびろに折り入って頼みがあるんだ。あ、何？わし明日から出張なんだ。その間鬼の実の世話をしてくれんか。頼む。僕が？お前にしか頼めないんだよ。やだ、お皿割れちゃった。お、卵も割れた。聞いたか、あれだよ。メテングに任せたら何が起こるかわからんのだよ。伸びろ、一つ頼む。わかった。おてんぐさんが留守の間、僕が鬼の実の世話をするよ。よし、決まった。よかった。あのな、水やり、朝晩の水やりだけは忘れるなよ。うん、朝晩の水やりね。わかった。寝坊した。伸びろ、起きなさい。メテングおばさん、おはよう。遅刻するわよ。ほら、急いで。はい。朝ごはん何しましょう。伸びろ、顔洗った。まだ磨かなきゃ。パン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 。エレベーターの中で食べてね。はいはい、ありがとう。行ってらっしゃい。行ってきます。もうメテングおばさんたら、おてんごおじさんがいないとすぐ朝寝坊すんだもんな。しまった、鬼の実に水やるの忘れてた。いいや、帰ってからやろう。一回ぐらい大丈夫だよね。来た。失礼。その日の放課後。見事に育ったものですぞ。大事にお世話してきた甲斐があったというものですぞ。わあ、そっち行ったぞ。任せて。ノビロくん、危ない。いやあ。おっと、はあ、心臓が止まるかと思いましたぞ。ごめんなさい、校長先生。お花大丈夫ですか？はい、大事な大事な鉢植えが割れない。よかった。よかった。校長先生、泣かないでください。あ、そうですね。でも割れてしまうかと我は思ったものですから。ああ、怖かったでしょう。お水をジョロジョロあげましょうね。わあ、大変だ。すっかり忘れてた。どうしたんですか？鬼の実、鬼の実に水やんなきゃ。鬼の実、ゾゾ。ああ、大変だ大変だ。おかえり。大変だ大
変だ大変だ大変だ、ザラメのおせんべいおいしいわよ。わー、のびる、どうしたの？大変、枯れてるじゃない。はあ、どうしよう。お天狗さんにあんなに頼まれたのに、お天狗さん怒るだろうな。そうね、あんなに鬼の実がなったって喜んでたのに。困ったわね。どうしたらいいんだろう。泣かないで、のびろ。水、とにかく水よ。うん、このまま枯れちゃうのかな。のびろ、諦めちゃダメよ。私も協力するわ。うん、キラリン、根っこから引っこ抜いて注射をしましょう。注射はやめようよ。そう、キラリン、枝がまっすぐになるように手術しましょう。ほらこれ。わあ、ダメダメ、ちょっと待って、それもダメ。しょぼりん、困ったな。てんごおばさん、あわてんぼうだからな。何されるかわかんないぞ。僕心配だな。よし、こうなったら。おはよう、いいね、みーこちゃん、みーこちゃん。とてもよいです。ささおはよう。おはよう。おはようございます。マッシュくん、おはよう。おはよう。こそこそこそ。ちょっと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 、のびろくん、学校にいらないものを持ってきちゃダメじゃない。鉢植え持って歩くのって流行ってんの？こそ、あたしもバーヤに行って綺麗なお花の鉢植え用意してもらおうかしら。のびろ、それどうした？うん、あ、どうしてこんなに枯れてしまったのですか？はい、みなさん、時間ですよ。あら、のびろくん、その鉢植えは何ですか？おきく先生、僕、この鬼の実の世話をお天狗さんに頼まれたのに枯らしてしまいそうなんです。鬼の実がもう一度元気になるまで僕のそばから離したくないんです。教室に置いといてもいいですか？そうね、でも授業の邪魔になるようなら外に出してもらいますよ。はい、はあ、よかった。はい、それでは出席を取りますよ。なんだか美味しそうね。ペテング母さん、食べたりしないでよ。ちょっと舐めるのは？ペロン。ダメ、舐めるのも。いいじゃない、舐めるくらい。え？のびろ、今なんて言った？ダメ、舐めるのもって。その前。ペテング母さん、食べたりしないでよって。ああ、やっぱり。初めて母さんって呼んでくれたわね。ああ、うん。メテング母さんだって嬉しいわ。おメテング母さん、はい、なーに？メテング母さん、こんなとこで飛んじゃダメだよ。ダメだってば。嬉しい。皆さん、おはようございます。おはようございます。まあ、のびろくん、鬼の実ずいぶん元気になったのね。はい、赤くなってさらに角みたいなものがニョキって入ってきたんです。あら、まあ、鬼の角みたい。勝負。
でもこんなに大きくなったんだし、そろそろ校庭に出してらっしゃい。校庭に、はい、心配だな。はあ、今日はいい天気だな。これでよしと。おーい、水じゃー。はい、じゃあ次は人玉の作り方ね。はい、先生、先生、先生。白子さん、どうしたの？校庭で誰かがのびろくんを呼んでいます。おーい、のびろー、早く帰って。水だ、水をくれ。あれ？の、誰もいないでござるじょ。誰もいないでござりましゅ、先生。あら、おかしいわね。ああ、暑そう。水、あげる。はい。ありがたい。お前さん、気が利くじゃないか。はあ、しゃべった、これ、しゃべった。鬼の実、しゃべるのか。しゃべるのかとはなんだ。俺様は何でも知ってる伝説の鬼の実だぞ。おい、マッシュ、マッシュ。はい、なんで僕の名前を知ってるんですか。お前はお化けキノコの一族であろう。俺様はお前のじいさんのムッシュのことだって知っとるわい。すごい、僕のおじいさんムッシュっていう名前だった。どうぞ。まあどうでもいいけど、お前のそのパラソル早く貸しなさい。貸せって、日に焼けちゃうだろうが。いやいやいや、極楽、極楽じゃ。ギャーギャー。まあ素敵。のびろ、ご苦労様。鬼の実がこんなに立派になって、お天狗もきっと喜ぶわよ。うん、よかった。のびろうのやつ、俺様を悲しそうになったのはけしからんが、その後の世話は立派にあった。俺様はのびろうが気に入ったぞ。だから、これからものびろうに世話をしてもらうことに決めた。あら、いい考え。どこがいい考えなのさ。世話をするって言っても、ねえ、メテング母さん、こういうの観葉植物っていうの、それともペット？そう、まあ頑張ってね。